3枠目です。枠オッツ、ここまでのまとめ、ソロ版プラス2がありながらもいろいろ苦難を乗り越え、幸せの箱を取って17回まで戻ってきました。なんとかかんとかやってますが、もうアイテムは何もなく頑張るしかない状況。あと1個2個上がればかなり硬いんじゃないですかね。ネタはもうパン投げるしかないですね。パン投げても0か1ですもんね。したかな。さあこのまま無事にねねさんの待つお家に帰れるんでしょうか。ドキドキしますが、そっか、あれかな、これねねだよ。そろばんを外して殴るっていう手もあるのかな。29、ちょっと確認しますね。60から69が爆発でしたっけ。力下がってるんで大丈夫かもしれないですね。爆弾岩は70、ヒットポイント70で、きっと60から69が爆発ですよね。そうすると分かんないですね。かといって装備を外して殴ってると時間がかかりますね。結構ダメージ受けちゃいますね。どうしたらいいかな、これ。そうですね、レベル変わってないですもんね。外して殴る、外して殴ったら全然ダメージいかないような気がしますけどね。殴ってダメだったらワーハッハってことにします。あと回り道してこのまま引き連れていくっていう手もありますね。微妙だね。へへ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 。殴る、もしくは、いやー殴ってみっかい、大丈夫だよって言われてさっき爆発した気がしますけど、ドーン、セーフ。もう一体来た。どうしようかな。上から回っていこうかな、とりあえず。あれ危なかったですね。何なのここ。殴っていいっていう前提で殴りますか。こんだけ離れてるから誘惑はないとしてですよね。ドーン、23 27。あの最初の29が高かったんですね、乱数的に。またイエティ、あ、さっきのイエティのとこか。28 24。なるほど。階段ねえな。よいしょ。そっか、もう取られて困るアイテムないから、こいつを倒して装備をゲット。なんかいい草かなんか欲しかったですね。ドイン、階段がありますね。いけますね。そして彷徨い鎧を倒してから行くか、もう行っちゃうか。彷徨う鎧がどんくらいで倒せるかだな。2発で倒せればダメージそんなないかな。18、外した。2発。中ちゃんだよ。え、なんで中ちゃん来たの。
きて緊迫しておりますね。書いてあった。さあどうでしょう、さあどうでしょう。もうもうお父さんモンスターハウスはないですよね、帰りはね。積極的にビビーサタンを倒していくっていう。ここまで来ればね、ここまで来てダメだったらね、わーはっはですよね。あここへ来てはぐれメタルがいますけど、もう大丈夫かな、なんか大丈夫だし、これはもう大丈夫だべ。マンシーニ、ほらほらほら、慢心してね、コーチにしちゃいけませんけども。苦節20枠ぐらいかな、10時間かかってますよこのゲーム。うち1枠はね、ちょっと不思議なダンジョンだとはいえ、あのベビーサタンもうちょっと下で出てくれればな、アイテム補給できるのにな。え？あったっけ？そういえばありましたね、前回、前々回でしたっけ？モンスターハウスありましたね。アイテムのないモンスターハウスっていう、ろくでもない。ただ、罠抜けがあるので、そのまま、これ左に行けば大丈夫そうですね。いやー、みんな起きてますね。さすがモンスターハウスです。マゾハンド以外は、マゾハンドここ出ないから一体だけ動かないやついるけど、あいつ何なんだろう。キメラ強えな。連続モンスターハウスというのはさすがにないでしょうから大丈夫じゃないですかね。さっきのでもモンスターハウス出どころによっては危なかったですよね。死ぬ可能性ありますよね。別に こんなことあります？これちょっと草深きですね。見せプレイですね、これね。ルーラ層がありますね。これはルーラ層ですね、まずね。トウ！ジャンプ！おい、来た！これいけるべ。無視していくべ。なんかレベル上がってる人いるけど、はーい、ちょっといくつか申し上げたいことはありますけど、まあいいでしょう。モンスターハウスってあんなに出ます？そもそも。しかも2回目、あの全フロアっていう最悪なモンスターハウスでしたけども。あー、びっくりした。モンスターハウスはこれ、ドン。あれ、間違った。さすがにドラキー相手に死にはしねえだろう。96ポイント、倍キルト。カラーとかバイキルとかあんまり出ませんでしたね、そういえば。ん？あ、ドラッキーか。ねえ、ルーラソー途中であの、あいつを倒して草をかろうじてゲットできてたから、ルーラソー使えてたっ
で、しかもたまたま階段に近くに飛べたっていう、そうでなければぶん殴りでしたよね。8方向でぶん殴られる可能性ありましたよね。いや今回引きがいいんだか悪いんだかさっぱりわかりませんね。さすがにこれ4回で死んだらもう伝説だな。どれだかありましたね。よしよし、もう一応言っておきますけど、ここまで来るともうモンスターハウス出ませんから 100% 安心、安心と信頼のスライムがうざい。適切な資産運用、そうですね、うまいことやりましたね。なんか大きなミスもなかったしやだな、安心と満身乗ってやだな。それ2つにセットにしたらいかんやつや。階段がない。スライムをいじめるのはやめてください。階段がないんだけどどうなってんのこれ。なかなかクリアさせてくれない。さん、俺だ、結婚してくれ。あ、もう結婚してんのか。そうですね、腹減らすね。まあパンもいくつか持ってたんで腹減らずなくても大丈夫だったのかなという気はしますが、まああるに越したことはなかったですね。さあ1回です。はあ怖い。猫はどれだか稼げるな。なかなか終わらない。さあラストスライムです。デレレレー。はあ、25,200 ゴールド、少ない。あ、今帰ってきた方がいらっしゃいますよ。終わりました不思議なダンジョン攻略に成功いたしました。ねえねえ、あら、この綺麗な箱は。ドン、ガチャ、音符が飛び出しています。いや、いい音楽ですね。迷宮組曲のボーナスステージかな。同じこと言ってる同じこと言ってる人2人いるこのシンクロ感迷宮組曲脳の人がね、たくさんいましたね。まあ一応これがね、エンディングでございますね。すごいすごい。ねねさんは新しいお店を開くことしか考えてませんね。おお、エンディングや。スタッフロール始まった。聞こえるようになった。
ルネコさんは一言も喋らないですね。あ、すごい、なんかナイトキャバレーみたいなねねってあるよ。スナックねね、やり合ったかっこいいミシンありますよね。新しい笑顔が回転するのかな、苫小牧に。お、ねねずバー、バーねねじゃないんだ、ねねずバー。ちょっと初めて来たお店なんでよくわからないですけども、バーだよー。やばい、幸せの箱やばい。みんな気持ちよくなっちゃってる。酔っ払いを残して帰っていくトルネコ。脱法オルゴール、ちょっと初めて聞きましたけど。温泉湧いたよー。宝探ししようっつって穴掘り始めんだな。ショタとロリを引き連れ、いざお店へ行きます。大体なんかスーパーファミコンの人は穴掘りたがるんですかね。モンドセレクション。おー、すげえ。なんだこれ。1993年。古い。ドン。生まれた年の人いるでしょ、そりゃ。22年、21年前でしょ。The end。 生まれてない人来た。やばい、やばいよ。レトロゲームあるある、生まれてない人来ちゃうやつ。あ、終わったかな。トルネコさんの V サインが出てますが、操作しても何も起こらない。これリセットしていいのかな。やべえな、慣れてない人来ちゃうんだもんな。たまったもんじゃないね。じゃあリセットをしますね。チューンソフト。本当にこれ世界で延べ 何百万回遊ばれてるんでしょうね。恐ろしいですね。音符マークがつきました。7回目のクリアでございました。お疲れ様でした。ちょっと散策しますかね。あと9分枠があります。ふふふ。私頑張ってお弁当作っておくからね。ほうほう。もっと不思議なダンジョンは当分やりませんので。すげえ魔法が入ってる。やべえな。幸せの箱やばい。桃鉄やりたいな。やばい、歯生えてきた。やばい。
耳は聞こえるわ、歯は生えるわ。なんだここ。覗きか。お店かな。そう、試練ね、やんなきゃいけなくて。試練の方がしんどいと思うんですけど、大丈夫かな。ルルアタック。ルルって誰だっけ。イオシスもトラ猫に名前変えようかな。逃げられた。すげえ。ほう。張本さんかな。カーツ。全部ただじゃー。閉店セールかな。しんどい。あ、結婚するって。おめでとうございます。おめでとうございます。阿佐ヶ谷で、阿佐ヶ谷で99年桃鉄やるっていう、ちょっといいアイデア出ましたね。お湯どうしよう。ここから来たのか。エンディングの後になんかうろうろするっていうのも当時としては、おっと、面白かったんでしょうね。札幌ね、どうしましょうね。さすがにね、最近いろんなイベントが行われている未来ストカフェもね、ゲームイベントはちょっとやりづらくてですね、ちょっとさすがにですね。これすごいね、お菓子の宮殿やな、これ。宮の沢にあるパンは美味しいな。店の中にズカズカ入っていく。あ、オーナーだからいいのか。すげえ、店員まで遠い。すごい軽く今ディスられましたけど、バカにされましたけど。お、ここにある幸せの箱を開けると行き先のダンジョンがもっと不思議なダンジョンになるわけですね。まあ開けときますか。行かないけど。石橋を叩いて渡る杖。なんかすごいね、幸せイコール結婚。行列できてる。列整理ちゃんとできてますね。コミケスタッフがいるのかな。はあ、並ぶ女すごい。うわーうわーすごい、うわーすごい。こんなもんすかね。これ外出ちゃいますよね、きっとね。そう、生きてるうちにね、像作るとね、急に知らない国から爆撃受けて国を滅ぼされたりとかしますからね、やめた方がいいですね。こんなもんすかね。皆さん移動してる。はい、お弁当かっこ大きいパン。これあれだね、倉庫に持って帰れないんだね、あの冒険のものは。正義のそろばんプラス2が消えてしまった。じゃあ終わりまーす。終わったー。あーあーあー。じゃあ今度はあれですね、試練の
方をやっていきたいと思ってます。じゃあまた小林製薬のエス男子は来週の月曜日、来週の月曜日も社長いねえな、何やろうかな、考えてきます。次回来週月曜日21時です。またよろしくどうぞ。終わりまーす。どうもー。